皆さんこんにちは。コツコツ日本語のみずきです。今日はゲストに来ていただきましたリツさんです。はい、こんにちは。イエーイ先月からですね、はるか先生とのりこ先生と一緒にグループ会話レッスンを始めたんですね。で、サニーサイドジャパニーズっていう名前のクラスなんですけど、皆さんもうチェックしていただいたでしょうか。4月からですね、リツ先生も私たちの仲間になってくれたんです。リツ先生とは今日お会いするのはまだ2回目で、実はまだね、あんまりじっくり話したことがないので、今日は短い時間ですけど仲良くなれたらいいなと思っています。はい、そう、はい、で今日の会話のトピックは京都です。っていうのは、リツさん今どこに住んでいらっしゃいますか？京都です。京都ですね。で、私はですね、学生時代ずっと京都に住んでいたんですね。そう、実は私たちの共通点は京都なんです。はい。ということで、今日は京都をテーマに話そうと思います。はい。早速ですが、質問だと思います。はい。京都は他の地域と比べてどんな違いを感じますか？例えば雰囲気とか文化とか言葉とかなんかありますか？そうですね。まあ、雰囲気の話、雰囲気と文化、ちょっとどっちもあるかもしれないですけど、私、この関西に住むのが初めて。出身は北陸なので、なんか関西でもないし、関東でもない場所。なるほど。で、ずっと東京に住んで、10年間ぐらい東京に住んでたので、で、なんか初めて関西の雰囲気を感じたのが、なんか、去年、あるお祭りに行って、で、なんか、お祭り屋台があるじゃないですか。で、なんか、屋台並んで、たこ焼き食べたんですけど、なんかその時にお店の人がめっちゃ話しかけてくるんですよ。そうなんだ。フレンドリーな感じですね。まさにこれがなんか関西かっていう。関西のノリっていう、独特のノリというか。あ、なんかこんな普通に話しかけてくるんだっていう。本当に。はい、そっか。なんか京都の人って結構なんていう、なんか他の地域の人に冷たいとか、そう聞きますよね。そういうことはなかったですか？今のところ全然感じてないです。あ、いいですね、いいですね。そっかそっか。あ、感じました？私もそんな感じなかったです。だからなんかあの噂というかね、よく聞くあれですけど、そんな感じたことはないですね、私も。ね、噂はやっぱ信じないで、信じない方がいいです。偏見ですね。ね、実感でこう。なんか、私も、愛知県にずっと生まれ育って、そこから、まあ、初めてね、京都に引っ越したんですけど、そうね、まあ、方言は一番わかりやすい違いかなと思いますね。なんか、それまで私は、テレビでしか関西アクセントを聞いたことがなかったんですよ。直接そんな関西アクセント聞いたことなかったけど、京都に行ったらみんながもうね、関西弁喋るじゃないですか。はい。もう本物だって思いました。本当にいるんだみたいな感じで。愛知も結構方言ありますよね、でも。ありますね。でも、そんなアクセントは違わないと思うんだけど、なんか、感じます？今、いやいや、今は全然感じないですけど。なんかでも、あります。アクセントで言ったら、愛知県の人というか、まあ、ここの辺の地域の人なのかな。なんか、第一音節にアクセントが来るんですね。例えばなんか、かぼちゃとか、かぼちゃじゃなくて、ピアノとか、そういうのはあるかな。ああ、なるほど、なるほど。アクセントベースだったら分かんないことはないから。まあね。言葉が変わらないし。そう、そこまで違いはね、感じないけど。そう、京都行くとね、全然違うなっていう。語尾が変わったりしますもんね。そうそうそう。はい、あと、あれどうですか？住所。
住所あ、めっちゃ長かったり、なんか変わった名前あります、ね。やばいです、やばいです。ねえ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 、そう、それ。一応、なんか省略できる？できますよね。うんうん。けど、なんかマイナンバーとか作る時は、なんか全部書かなきゃいけなくて。本当に、めちゃくちゃ長いですし、なんか変わってますよね、なんか。変わってます。なんとか通り上がるとか、なんか。そうなんですか、なんか。なんか通り下るとか。そうそうそう。それ独特ですよね、うん。びっくりした。昔ながらのなんですかね、わかんないです。何々通りって必ずつく。ね、面白かったです。じゃあ次の質問いきましょう。はい。京都ならではのイベント、お祭りとかアクティビティに参加したことがありますか？これがですね、意外とまだなくて。うんうん。私、去年の10月に引っ越してきたので、うん。楽しいと噂の祇園祭りも、うんうんうん、まだ行ってなくて、そっかそっか。じゃあ今年は行きますか？行きたいです。多分死ぬほど暑いと思いますけど。そうそうそう。暑い時期にやるし、しかも人がいっぱい集まるんで。ですよね。1回だけ行ったことあるんだけど、もう人がいっぱいいたってことしか覚えてない。そうか。いいだね。まあ、ちょっと見て、なんか雰囲気感じて、もうすっかり。うんうん、それがいいかもしれない。暑いし。ですね。あと、今日の夜、夜桜見に行きます。ああ、そうなん、どこに行くんですか？八坂神社？うん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 。の、なんか、後ろに大きい公園が、丸山公園っていう。ありますね。うんうんうん。があるので、やっぱなんか東京都のいいところは歩いて結構のところ、うん、確かに確かに回れるので、その辺回ろうかなっていう、気温とか。ああ、いいですね。そっか。もう桜咲いてますか？はい。多分満開ではないのかな？ 8 分ぐらい咲いてると思います。うんうん、でもいいね。楽しみですね。いいな、夜桜か。京都の夜桜、素敵でしょうね。みずきさんは京都のイベントなんか祇園祭りが行きました？ね、まあ、京都っぽいので言うと、北の踊りっていうイベントがあって、イベントと言っていいのか、伝統イベントがあって、それは、舞妓さんとか芸者さんが、踊りとか歌とかを披露してくれる、はい、パフォーマンスっていうイベントがあるんですよ。それすごい良かったです。どこで踊るんですか？北の踊りは北の天満宮の近くのところかな。そうそうそう。でも、祇園踊りとか、なんかそれぞれの舞妓さんが住んでる場所で、それぞれがやってるらしいんですけど、中の北の踊りに行って、めっちゃね、なんか華やかですよ。やっぱみんな舞妓さんとかね、すごい華やかな気分で、すごい踊ってくれるから、めっちゃ、あ、綺麗って感じ。多分、最近なんかポスターよく見るので、もうすぐその時期なのかな、祇園踊り。うんうん、そうそう。あれね、いいですよ。めっちゃ綺麗。ありがとうございます。行きたい。じゃあ次の質問行きましょう、京都で一番好きな場所と一番好きな食べ物は何ですか？この、食べ物と言われたらもう私パン以外思い出す。はるかさんとのコラボも聞きました。めっちゃね。パン好きなんですね。パンの話すると長くなるので。パン以外だったら、うん、最近食べて感動したのが、生麩田楽？どういう食べ方しました？はい。味噌？あ、味噌つけて食べる。うん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 。四角いやつですよね。そう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 、そうです、そうです。生麩田楽のことかな？田楽なのかな？あの棒に刺さってるやつですか？あ、ですですです。じゃあ、私の考えてると一緒かな。うん。ですよね、あれ。なんか、こう、あんまりこれまでの人生食べたことがない美味しさ？うん、確かにあれ美味しい。私も京都に行って、美味しさを知りましたね。なかなか多分ない。ないですね。
なんか、どこで食べました？その、なんか、和食コースの中にあった感じですか？そうです。普通に居酒屋で頼みました。居酒屋にあるある、確かにね。多分必ずと言っていいぐらいある。あるあるある。確かに。そうね。なんか、私が好きだったの、ヨモギ？ヨモギのやつ。わかります？ 緑の生麩ですね。そう、あれ好き。美味しいですよね。みずきさんは好きな食べ物。私ね、京都に行ってから、漬物の美味しさと、豆腐の美味しさを知ったんですよ。で、漬あ物はバイト、短期バイトして、えなんかね、漬物すごい苦手だったんですけど、えー、はい。で、いろんな漬物を買って食べたら、めっちゃうまいってなって、美味しい。京都の漬物。千枚漬けって知ってますか？あ、知ってます。美味しいですよね。美味しい。なんか、ちょっと甘くて。そう。あれでも冬しかないんですけどね。だけど。そうなんだ。大好き。あと、豆腐。そうね。豆腐関係は。湯葉とかね。湯葉の美味しさ、私まだわかんないかもしれ本当。ない。なんか、味ないって。まあね、そうね、なんか素材の味って感じですよね。なんて言ったのかな。まだまだですね。私、豆っぽいのが好きなのかな。豆乳とか、きな粉とかも大好きなんですね。好きなんですけどね、豆乳ときな粉は好きなんですけど。好とか言うのは難しい。じゃあ、好きな場所はどうですか？きな場所は、まだそんないろんなとこ行ってないんですけど、やっぱり私川が好きなんですよ。だから鴨川は最高ですね。鴨川、なんか私が大学生だった頃は、なんかこう、均等にカップルがこう、並んでるっていう、どうですか？今もそんな感じ？今も同じです。カップルがおしゃべりしてはい。る。いいね。外国人のカップルがほとんどです。本当？そうなんだ。そっか、外国人の。でもそれって住んでる方？それとも観光客？もう観光客がもうすごいです、今は。そっか、やっぱりね。鴨川。あれはどうですか？嵐山の。私まだ行ってないんですよ。本当？ぜひ行ってください。私。行きたいですけど、なんか地味に遠くないですか？遠いですね。確かにね。行きづらいね。でもやっぱいいですか？めっちゃいい。私は結構、祇園とかよりも、そっちの方が好きかも。川が好きならちょうどいいと思います。渡月橋の川とか、めっちゃ綺麗だし。あと、なんだっけ、保津川下り？川下り、船でね、川下りできるやつとか、トロッコ列車に乗りながら、なんか桜を見たり、秋だったら紅葉を見たりとか、できるので。なるほど。もう、私大体。エンタメが充実してますそう、なんか自然を楽しめるみたいな感じね。かな。だから、あんまり人混み、まあ人混み、まあまあ人はいっぱいいるんだけど、でもこう自然を見ながら、こう、なんか心が落ち着く感じがします。おすすめ。いいですね。やっぱ京都の川はなんか自然を感じて。ね、いいですよね、京都の川ね。じゃあ最後の質問なんですけど、おすすめの京都のレストランやパン屋さん。これ知りたいな、京都のおすすめのパン屋さん。もう、京都だったら、今私の一番は、まだ行きたいところリストいっぱいあって、ちょっとしか行けてないですけど、一番は、クルスっていうパン屋さん、クルスさん。どこにあるんですか？二条あたりにあるんですけど、名前だけ言ってもわかんないですよね。どんなパン屋さんですか？どんな、難しいな。なんかそんなに派手じゃないんですけど、すごいなんかあったかい雰囲気で、でも、まあ、その旦那さんがメインで作ってらっしゃるんですけど、すごいこの職人な雰囲気。こだわって作られてる感じがあって、でも、パンが全体的にこう食感が結構強いのが私好きなので、結構硬い
片面。んでうと。んうん。フライパンでも、こう、すごい食感がしっかりしてる。おー、そうなんだ。何パンがおすすめですか？ベーグル。ベーグルって前あ、聞い私、た。ベーグル大好きなんですけど、このパン屋さんは、実はベーグルはなくて、おー、そうなんだ。今はなくて、うんうん。なんですけど、そう、ベーグルがないのに、私が一番好きっていうぐらおい。ー。ああ、そうなんだ。行ってみたいな。だそどううやって見つけるんですか？その、なんか、店リスト。んな、どうやっても見つかりますよ。わ かりますかな？インスタとか。まあ、インスタでパンスタグラマーさんたちをいっぱいフォローし、おー、なるほど。あとやっぱ定期的にこう Google マップ全体でパン屋で検索すると、新しいパン屋さんとかがこうヒットしたりして、ここ知らないみたいな。そうか。なんか行きづらいとことかないですか？バス停から遠いとか、なんか。すいません。車があるんですよ。でもさ、京都の道ってめっちゃ狭かったり、なんか一方通行、なんかめっちゃ、あれじゃないですか。すいません。私は運転しません。助手席線。そうなんですよ。旦那さんがなんか、結構昔に、なんか、小麦粉とかを運ぶようなお仕事をしてて、大きいトラックとか運転する、なんか運転のプロだったので、おお、じゃあ安心ですね。安心して私は乗ってるだけ。そうか、そうね。京都の道狭いしね、大変だから私絶対運転できないわ、ってね。そっかそっか。じゃあ行くのは全然問題ないんですね。ですよ。クルス、2畳のクルス。はい。行きます、私。勝手に PR ですね。でも、愛知も、なんか、美味しいパン屋さんとか、ベーグル屋さんとか、私結構ピン立ててるので。どこか、どこ、な、例えば、どこか。すぐ名前出てこないですけど、知りたいときは私に言ってく聞きます、聞きます。私、あんまりね、行かないんですよね、パン屋さん。アンティークっていうの知ってます？アンティークはでもチェーン店なんですけど、そこはね、結構人気のところで、でもね、チェーン店だからどうだろう。すいません、チェーン店のパン屋さん、あまり。そうだよね、きっとね。でも、そうそう。まあ、私もあんまりパン屋さん知らないので、ちょっと調べてみます。パン屋トークばっかりすいません。ということで、じゃあ今日はそろそろ時間来たので、またコラボしましょう。もっといろんな話したいです。はい、ぜひ楽しかったです。じゃあ皆さん、もしサニーサイドジャパニーズ、もし来てくれたら、リツさんのレッスン、ぜひ受けてみてください。お願いします。じゃあ、また、さようなら。はい、さよなら、バイバーイ。